ねえ、戦争って知ってる？戦争？え？知らんの？いや、そっちじゃない、そっちじゃない。戦うの、奏でって書いてる、戦争。何それ？なんか今噂になってるんだよね。20歳ぐらいの若い人たちが。俺らやつ。あ、そうそう、もう俺らくらいかな。なんか異世界に急に瞬間移動されちゃって。いう年でね、あれやなんかそこで己の生命力を生命力をぶつけ合うんだって。はえ、なんで、いや、なんでだろう。でもそこまでは書いてないんだけど、でも実際面白そうじゃない。でももしあったらね、あったら実際やったら、まあ、まあ行ってみたいな、行ってみたいな、世界刺激だらけだし、刺激だらけだよね。瞬間移動されちゃって、噂になってる。生命力。面白い。面白い。はい、君に決めた。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。生命力、それは誰もが秘める最強の力。その力、未知数。これから目の当たりにする生命力のぶつかり合い、しかと見届けよう。あなたの生命力は何ですか？俺の生命力は熱。あ、灼熱だな。この戦いにおける意気込みをお聞かせください。全てを燃やし尽くしてやるぜ。一回も俺は消されない。この企画の主役を取れてどうでした？そうですね、今回全体曲のリードということで、緊張はしてます。サークルの、代表ということで、3年生にして初めての、まあ、2年間半練習してきたその歌の実力を、まあ、出し切れればそういいかなっていう、まあ、選んでいただいて本当ありがとうございますっていう感じなんですけど、はい、その、はい、頑張りたいと思います。あなたの生命力は何ですか？この戦いにおける意気込みをお聞かせください。あんな日の子、俺らの歌ですぐ消してるわ。この企画で主役を取れたこと、どう思いますか？まあそうですね、まあ、周りが先輩方だらけということで、2年生ながらちょっと頑張って表に出て、もっとこの企画を面白くしていきたいなって思います。I'm gonna go to the hospital.